これ録画できとる？うん、できとる。できとるか。歌うんかと思った。いや、違った。黙ったから。必死でした。寝起きですね。ええ、寝起きです。おはようございます。まだ眠いです。だろうね。いやー、今から撮影マジ。今ね、10時50分だけど、今から4本撮るよ。正解は残酷だ。信じれません、正直。しかも明日は明日で予定がある。これは結構ですね。じゃなくて、はい、昨日ショッキングなことがあって、私もちなみにショックだったよ、あの出来事は。うーん、絶対にそうはあっちゃならんだろうっていう、やっぱり女だったんかなって思ったし、まあ、だからエレンのお母さんは食べられてしまったんかなって思うと、やっぱりね、苦しかった。一人だけ進撃の巨人の話してるな、これ。おそらくきっとメイビー。え、どうなんだろうね、わかんない。続き聞いてみる。うん、教えて、続き。あのエレンのお母さんを食べたさ、巨人おるやん、あれが巨人の話してるよね。え、ショッキングな内容。いや、ショッキングではあるって聞いたから。違った、ごめん、違った、そこ違ったわ。現実でなんだよ、ね、あ、現実で、現実でなんだよね。現実でだったらあるよ。あ、どうぞどうぞ。おそらく明日の話なんだけど、いやー、これじゃローン組めませんねって多分言われる。あ、それはちょっと可能性としては高い。まあ可能性といたしては 89% を超えるかなと、うん、じゃなくて、あー違う、まだ来てない未来のことを話すんじゃなくて今のことを話したいんだけど。やっぱり未来のために戦ってるからね。寝ていいか、寝ていい、もう本当に眠いんだ兵団は。そうだよね、うん、未来のために戦っとる彼らは。違いないな。終わった終わった、うん、うん、いい、あ、いいよ。僕のターン来た。まだ続けても。寝るよ本当に。でも調査兵団は未来のために戦っとるからって思うよね、うんうん、続けると分かったやろ。起きたにさ起きたにさ起きたにさ僕起きたにさまだ言ってるしさいいかな。あー、オッケー、いい、大丈夫。これ言葉発するタイミング見計らわれら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 れ。早く言って。ばあちゃんがさ、無理やり言うまで私は進撃の巨人の話で引っ張ろうとは思ってるから。眠たい僕にその力はないよ。いや、それを起こすためにサブちゃんでいつも整えてんでしょ。だからうちらサブちゃんちょっとテンション低いんだよ。わかる、みんな寝起きな、基本うちらそう、うん、基本寝起き。あんまそんなことないけど。いや、で、悪魔の子の歌詞がさ、エレンだなって思って聞いとった時を殴りたいよね、みたいなとこはある、うん、俺はお前のことが好きなんだよ。何言ってんのって。あそこね。さあ、誰が言ったでしょうか。本編をご覧ください、どうぞ。いいよ、みんな。ああ、進撃の巨人見に行ったから。オッケー、話していいよ。オッケー、ありがとう。今日はちょっとショッキングな出来事があって、興味ないじゃん、顔が。え、びっくりした、今。あ、やば、もう眠たくなったわ、マジで。え、興味ある顔しとったけどな。あ、じゃあもうちょっと寝ながら話していい。え、昨日ショッ大丈夫かな。昨日ショッキングな出来事があって昨日ショッキングな出来事があって、まあ、とりあえず毎回ショッキングな出来事が起こる前なんだけど、車に乗ろうと思って。なになになに、目開けて、ん、目開けて現実見て。最悪だ、寝とる方がよかったミスったやってんねん。まあまあまあ、ああ、今日のうちの車よりは濡れてない。あれさえなければ2時間は早かったよ。さあ続けて。こんな使えてないよ多分。ショッキングなことがあって、はい、いいいいよ、続けて。オッケー、まだショッキングなことが起こる前の話なんだけど。だいぶショッキングだけど、ね、それはね、ちょっと用事があって車に乗らなくちゃいけないとなったんよ。よーし、車乗るぞーと思ってカバンを持ってね、車庫まで向かうわけ。僕の車はオートロックだから、近づいたらカシャンって開くんだけど、鍵が開かないのよ。あれ、車鍵開かんぞーと思って、もう一回離れて、もう一回近づき直しても鍵が開かんのね。あれと思ってカバンの中見ると鍵が入ってないの。あれ、鍵入ってない、もしかして親一旦僕の車邪魔で動かしたりしたかなと思って、親に一応連絡してみたけど、親もいや車動かしてないよと。で、じゃあ僕鍵普段カバンの中に入れるけど、みんな鍵置いてるサイドボードに一緒に置いたかなと思って、でサイドボード見たけど、そこにも鍵ないね。あれ、これ本格的にやばいなと。マジで考えれる可能性全部探したん。お風呂場、あとはポケットの中入れとって洗濯した可能性も考えて、洗濯機の中、昨日履いとったズボンのポケットの中、僕の部屋の服畳んで入れる場所あるやん、そこの中に一緒に入れてないか、冷蔵庫の中に一緒に入れてないかって全部探したんだけど。私は財布冷蔵庫に入ってた。
あるよね、そういう意味わからん場所にね。大人になったらあるんだよ。逆にね。うん、逆に。そんだけ探しても見つからんくて、いよいよやばいなと思って、車の中に鍵を置き忘れて、車の中に入った状態でバグでもオートロックかかってしまう時があるのよ。うん、で、そしたら、業者呼ばんな扉開けれんくなるんだよ。うん、これやったかなと思って。外からちょっと覗いてみるんだけどうまく見えんわけ。でも外からどんだけ探しても鍵らしきもんは見えんわけよ。うわーどうしたもんかなーと思って一旦部屋に戻って落ち着いてパソコンいじっとったんよ。でその時に花粉ひどいからさくしゃみ止まらんくなった。外出たりなんなりしとったから鼻かんでこうやってゴミ箱にティッシュポンって捨てた時にふと思ったんよ。いやまさか捨てたりしてないよね、まさかゴミ箱の中にあったりせんよねと思って、ちょ念のため自分の部屋のゴミ箱からゴミ袋を取り外して振ってみたんよ。そしたら聞き覚えのあるカランカランカランって音聞こえてきて、鼻水のティッシュまみれの中よ。で思い切って突っ込んでみたら、確かにそこにある燃えるゴミにはない冷たい感触と硬い感触、勇気振り絞って持ち上げてみた。その中には僕の車の鍵が入ってました。でもそれは世界が残酷っていうよりも自分の脳みそが残酷な出来、うん、言い過ぎか。そうだね。世界残酷って勝手に言ったの君なんだけど。ああ、確か、そうなんだ。僕は一つも言って、ショッキングな出来事があった。で、自分が本当に信用できなくなりました。おー、ようやく私は昔からその位置にいたよ。いや、そうだよね。そうだよね。うん、ごめんね、今までね。うん、いや、別にポタちゃんがって言ってないけど。ああ、自分がだもんね。うん。ゼノン自身がってことそうそうそう。でだよ、いや、これ、マジでまずいなと思って、そしたらちょうど弟がおって、自分こんなんつけとるよって教えてもらった。おえー。それをちょっと真似して買ってみました。本題まで長えなぁ。正解こちら！はい、頑張って目覚まして、ボタちゃん。耳。本当に人間って自由なのかな？いや待って、この動画本題まで長くしたのお前のせいだろ、半分。いや、ボタちゃんのツッコミ待ちでどこまで喋ったらツッコミが飛んでくるだろうって思ったら永遠に喋れてしまった。ちょっと今デバフかかっとるんだから。なんで私の車の中水浸しだったん？本当に意味わからん、正直。すごかったんだよ、みんな。2センチぐらい水溜まってたよね。もっとだよ。5センチぐらい。5センチぐらい溜まっとって。5センチも水溜まることある？車の中に。意味わからんなんだ。ショッキングだったよ、だいぶ。家買おうってやっと決意したところに車買わなきゃいけないっていう未来が見えてきたよね。誰か私に家買ってください。車でもいいよ。いや、家の方がいい。家の方が嬉しいです。というわけでこちら、タイル、テイル、タイル、ティール。でこれ音出せるらしくて、例えば鍵とかなくした時にタイルつけとればスマホから操作した音鳴って。スマホでできるんだ。そう、場所がわかる。え、良いね。であと逆にスマホをなくした時もこっちのタイルがあればタイルから操作するとマナーモード貫通して音鳴らせる。へえ、いいじゃん。だスマホの位置も分かるようになる。であとはお財布用にも1個ね合わせて買いました。でこれよかったらちょっとゼノンに勧めようかなと思って。僕よりもねゼノンの方が多分必要なんだよね。いや財布だけだよ、なくすとしても。財布なくしすぎね。まあ東京行くたびに家の中で紛失はするけど。じゃあどのカバンに入れたか分かんなくなるだけだから。私はあ、まあね、カバンじゃなくて段ボールの中から出てきたりもしましたけど。はい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 。えっ、こんな感じなんだ。これか本体？ラングド車みたい。びっくりしちゃった。お前が持ち主じゃん、それは。え、どうやって乗ってんの？押してるだけ。あ、おお、かわいい。ってな感じで多分なくした時に音を発してくれるんだって。でしかも定期的にスマホと通信してくれて、最後にこいつと通信が切れた場所とか時間が分かるんだって。え、すごいね。そうだから、もしも例えば鍵をどっかに落としたとかっていう場合、あとはこれ財布だから財布をどっかに落としたって時も最後に通信したんがここで Google マップとかで場所まで分かるんだけど。これ何のマークだっけ、ここ。あ、これ日本で認証してますよみたいな。へえ、このバッテリー使えますよ、通信使えますよみたいな規格のマークもちゃんと通ってますと。だからまあ僕みたいになくす人もだけど、防犯、かわいい、違うね音。まあ防犯目的に使うこともできるよっていう商品だ、うん、らしいです。今日は私はポダちゃんの目が覚めるように一生懸命、ああね、ヒヤッとすることをやっていこうかなって。ヒヤッとした今。目覚めた？どっと疲れた、うん、疲れた。危ないね。それはっていう紹介でした。めっちゃ良くない？このシステム。いいね。で、いくらぐらいなん？それ大事じゃない？これね、なんとバカ高かった。なくすな。そんなすると思って。いいね、まず音好き。でこうちっちゃい黒い方、わー、よ
コップ。危なっ、怖っ。ああ、でこれこっちのちっちゃい方が、え、うん、3,000円。別売りなん？いや、これはセット買いました。はいはいはい。本当はバラ売りしてる。え、でこれが5,000円。8,000円ってこと？そう。え、いらない私。やばい、お前それおかしいよ。は？なんで？だってなくさんければいいだけの話や。いや、盗まれたり落としたりもする可能性あるんだからね。ない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 。まあ、ない可能性の方が高い。でも、ある可能性がある。へー、じゃあこれをいつも使ってるカードケースに入れるってこと？そう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 、はい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 。本当はカードケース用と財布用に欲しかったんだけど、これ5000円だからさ。かわいい。2枚はちょっと勇気必要で、だからまあとりあえずお試しで2個買ってみた。へー、でも8000円高いんだけど。高いね。ね、ってな感じです。いいじゃん。まあでもね、やっぱさっきポダちゃんに言われて思ったのは、確かにエレンとアルミンだったらどう違うのかなみたいな、やっぱ人としてそこが気になってきたよね。だから1話から見返して、そっから伏線があるのかみたいなのも見ていきたい。8000壊れるよ。シャレならんね。感じです。大丈夫、目覚めた？一回これしてみる、超ハード目薬。やってみるか。大事だよ。ああ、うわ、今ドン、雷バーン。無理やり目覚ませれるでしょ。拷問にまで使えそうな。そんなに？捕まえた捕虜を寝かさんっていう拷問で捨てようかな。